さうさ、つむつむ、僕の名前はうさつむり。エソラごと計画。始まるよー。というわけで、始まりました。エソラごと計画でございます。もう、本当にですね。会員録音ではありますけれども。 皆様に声をお届けしたいなというふうに思いまして、チャレンジをまたさせていただこうかなというふうに思う次第でございます。ええー、先月3月27日にですね、61歳の誕生日を迎えましてですね、なんとそれから半月ぐらい経ってます。もう録音しようかな、録音しようかなと思っていたんですけれども、まあなかなかね、 愚痴たくさん書きましたよね。どういうことかというと、誰が編集するんだよ、みたいな感じなんでありますけれども。まあ、その辺あたりもですね、ちょいとばっかりいろいろ工夫しながらできたらいいかなとは思いつつも、あっという間に時間が過ぎているという感じでございます。でもね、えー、写真なんかも見ていただくとわかるとは思うんですけれども、ほとんど今手足が動かなくなって、寝たきりに近い状態というふうに思われている方が多いと思うんですけども、どちらかというと座りっきり状態という、 感じでですね、過ごさせてもらっております。ヘルパーさんに朝椅子にですね、座らさせていただいて、昼過ぎぐらいまではずっとですね、椅子に座り、3時ぐらいからかな、えー、ベッドに戻って、えー、お湯寝みたいのをさせていただいたらば、また夜にはですね、えー、しっかりと椅子に座ってなとかね、えー、なるべくですね、えー、体感を維持するためにですね、椅子に座っている生活をしているんですけれども、写真見るとですね、今度こういうふうに言われるんですね、つくいさん、 本当に ALS なんですかって、まあ言われるんだったら、口の方がいいかな、なんていうふうには思っているんですけれども、常にですね、自主トレーニングをしているような感じであります。よく喋り、表情豊かを心がけて、喜怒哀楽にも敏感でいるようにしていて、バレエティ番組を見て笑い、ドラマを見て、 泣いております。うお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 う。えー、月空なんていうのにね、ハマってたりなんかして、頭を使って、ちょっとばっかりですね、いろんな感じで刺激を受けて、えー、周りから元気をもらっている状態ではあります。なんていうふうにこう、これなんですね、えー、写真のような状態で座らさせてもらって、カイマイクの前でですね、 こんだけペラ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 ですね、喋ってるっていうような状況であります。今ですね、まあブログなんかのですね、えー、今週も結構頑張ってはいるんですけれども、3月27日のね、えー、ブログなんか見るとですね、プリンかなんか載ってるとは思いますけれども、今年もですね、世界一美味しいプリンを妻に作ってもらいました毎年1回、この日しか食べられないという噂のプリンなんですよーなんていうことでですね、全部一人でこれ食べちゃいました。というか、まあ、 食べちゃいましたって言い方は語弊ありますね。食べさせてもらいました。そうなんですよ、今ね。食事なんかもですね、全部、お箸とかも全然持てなくなっちゃってるんで、あーん、そうなんです。まるで新婚さんのようにですね、えー、ヘルパーの皆さんにですね、お口に運んでいただいている状態でありますけれども、 元気にやっております。これぐらいですね、くっちゃべらさせてもらってですね、そんでもってですね、えー、バーンとそのままですね、写真一人枚でですね、えー、YouTube に上げるなんていうので、いかがでございましょうかなんていうお伺いを立ててですね、強生さん、だったら携帯で画像撮った方が早いよ、なんていうふうに言われる可能性もありますけれども、とりあえずですね、今、この現時点のですね、えー、状況というか、声だけはお届けしたくてですね、 思い立ったらやんなくちゃいけないっついうのが、まあ私の考え方でもありますので、前へ進めさせてもらったわけでございます。ここであの声を出させてもらっちゃいましょう。はーい。こんな感じでですね、あんまり大きな声を出せないで、この声を出すと針が少し少なくなるかもしれないんですけれども、とってもですね、声の方はこんな感じで活かさせてもらっております。 じゃあね、またやろうと思います。バイバーイ。